毛皮をまとったエレーヌ・フールマンは、フランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスにより1636年から1638年頃に描かれた絵画である。エレーヌ・フールマン、または、毛皮ちゃん、毛皮さん、小さな毛皮、ペルスンとも、ウィンにある美術史美術館に収蔵されている。ティツヤーの毛皮をまとった、婦人像、ルーベンス、毛皮をまとった、 婦人像ルーベンスは1626年49歳の時に最初の妻イザベラ・ブラントを亡くした後1630年53歳の時にアントウェルペンの絹織物商人の娘で当時16歳のエレーヌ・フールマンと再婚するこの肖像画はエレーヌを美の女神ヴィーナスに見立てて制作されたルーベンスは イタリアの画家ティツアーノ・ベチェッリオが1535年頃に描いた毛皮を着た若い女性を模写した同名の作品を1629年から1630年頃に制作しているが本作毛皮をまとったエレーヌ・フールマンはティツアーノの同作をベースとして描かれているルーベンスは遺言の中で本作について毛皮さんと呼んでエレーヌに本作を依存している 一人のラフが毛皮のコートをまとい、こちらを向いて立っている様子が描かれている。片方の腕で胸を、もう片方の腕で下腹部を隠しているが、このポーズは古代の彫像に見られる、恥じらいのビーナスと呼ばれるポーズに習ったものである。本作の中の女性は茶色の目をしているが、エレーヌは青色の目をしていた。画面の右端にはライオンの顔の形をした。 噴水頭が描かれている。ありがとうございます。